んじゃこちゃカルテンです。さあ、ということで今回はですね、皆さんお久しぶりでございます。久々のね、この企画がね、帰ってきました。プロセカ AI シリーズの第2弾でございます。あれ2弾だっけ？確かあれだ、一昨年の大晦日にアキネーターをぶっ潰して、でその後に AI ノベリストに文章の続き作ってもらったってのがあったから、あ、これ3弾だ、ごめんなさい、第3弾です。そんな AI シリーズ、今回何をねするのかと言いますと、最近私クイズノックさんの動画を見てましたら、 AI がイラストを描いてくれるっていうね、そういうなんか機能で紹介してたんですよ。でこの機能ってすごい前からあったの。ノベリストぐらい、ノベリストよりも前から機能としては全然あったんだけど、その動画で紹介してたのが、もともとあるイラストを AI が文面を打ち込むだけで書き方を学習して書き足してくれるっていうね、機能があるんですよ。これすごいと思ったんだよね。いや、これすごくない？普通に。でもおそらくはこの企画をやるってことはクイズノックさんのパクリになると思うんですけど、まあ私はパクリとかどうのとかもうマジもう関係ないんで、ということで今回ですね、クイズノックさんのパクリということで、プロゼカのイラストのね、その先をね見ていきたいと思います。いいね、 AI 夢広がるね。じゃあもう早速ねやっていきましょうか。やばいわよ。ということでこちらの画面に映ったんですけども、今回はですね、オープン AI さんが作成したダリというイラストの AI をね今回作って AI をね今回作って AI をね今回 AI をね、まず早速作っていきますか。いや、拡張するんだったらある程度キャラが集合してて、やっぱその先の空間どうなってるのみたいな、やっぱそんなイラストが欲しいわけね。はい、ということで今回はこのイラストでね進めていきたいと思います。これあれだな、2021年の4月のイベント、君と歌う桜間の世界での、星さんのね、花里みのりちゃんのねイラストでね、進化前のイラストで今回進めていきたいと思います。こんな感じでイラスト選びましたら、生成フレーム、これを用意するんですね。でこれが何なのかっていうと、この動いてる青い四角の部分、この部分を書き足してくれる、そういう感じらしいんだよ。だからなんかギターの続き書かせるみたいで、いちかちゃんのギターの続き書かせる、ここら辺にしてみましょう。てか可愛いな。いちかちゃん可愛いな。俺の推しが可愛いんだな。これずっと見るって企画でもいい。そしたらこの上の部分、この今なんかわけのわからん文章書かれてるここの部分にこの絵の説明を書く。でこの絵の説明を書いて生成するを押すと、このイラストの画風を絵から参考にして延長して書いてくれるっていう、そういう感じの機能らしいんだよね。でやっぱりこれ海外で作ったサイトだから、やっぱりそのここに書く文面も日本語よりかは多分英語の方が伝わりやすいと思うんだよ。だから今回は、はい、じゃーん、こんな感じでですね、もう先にね文章を作っておきました。でこの文面って別に生成するたびに変えれるから、途中でなんかこういう画風にしたいっていう風に変えちゃってもいいんだよね。だから一旦はこの桜が満開の紅葉は公園要素、要は景色要素を延長して書いていきます。ちょっとじゃあやってみますか一回。ドン。前回の AI 企画でもあったんだけどさ、これ生成にやたら時間かかるんだよね。だからもうこの部分はほぼほぼカットになると思います。そろそろ完成するから、まだ半分。お、すおお、すげえ、え、マジで、え、うまくない？これちょっとこれ他見、これなんかここの部分今4つ点があると思うんだけど、これこの絵を真似て1個だけ L 作るんじゃなくて4つ絵を作ってくれるの。その中で気に入ったものを受け入れる、まあ受け入れる移民問題みたいな、この受け入れるを押すことでその絵が一旦確定するみたいな、そんな感じなんだよね。いやでもこれでもいいとは思うんだけど、川なんて流れてないから。続き見てみますか。誰？お前は誰？見た目18歳の幼稚園児みたいな人来たんだけど。はい。あー、なるほど。窓ガラスってことでしたのね。でもやっぱギターの木が曲がりまくってんだ、なんか。あ、これでもいいけど、誰だこいつは。どっちだろう？2択。これか、これ。でもこっちの方が自然だな。じゃあこっちにしましょう。ってやると、ほら、こんな感じで映画も足されてるわけですよね。ということで、これでね、絵をどんどん拡張していきましょう。いや、楽しいぞ。次どうすっか。次はでも、足元いっちゃうか。でも内容は同じでいきましょう。いや、すごいな。予想以上にすごいぞ、これ。いや、この絵が拡張されてくさ、これ、いいよね、楽しいよ。お、なん、違う、人間じゃなくなってる。こっちはいいのよ。なんか、いちかちゃん完璧じゃないこれ。この足すげえ完璧。すごいすごい。え、いちかちゃんだ、これ。あー、なるほど。人が生まれてるね。また別に腕になってるね。あ、やっぱ人間じゃなくなる。違うんだって、異世界飛んでんの、それ。言うこと聞いてくれなくなっちゃった。足長っ！ 7 尾ぐらい足が長い。絵が現れてくれないんですけど。はい、ということで皆さん、絵が完成しました。拡張しましたよ。元々がこうだったのが、付け足しをしていくことによってこうなりました。ドン！これすごくない？マジで。いやだって確かに違和感は要所要所あるよ。足元がさ、なんかすごい異世界飛びそうな桜になってるしさ、いきなりリアル入ってきたりとかするんだけど、この辺のギターとか桜とかは、まあさっきも見たと思うんだけど、これは追加だからね。すごない？だって元々戻すよ、こうだよ。ここからこうなったのよ。やばいよね、普通に。確かにこれ悪用されたらやばいな。はい、ということでね、ちょっとね、今までの話の続きがちょっとだけ見れたんじゃないですかね、これで。まあでも、
すごいわ、予想以上に良かった。でちょっとこの1枚目に関しては結構なんか4つぐらい選択肢あるって言ったと思うんだけど、その4つの選択肢結構いろいろ見ながら書き直しとかも結構させてんのよ。だからうまくいったってところあるんだけど、逆にこれ言われるもやり直しを聞かせないようにするって形だったらどうなんのかな。ちょっと別のイラストでやってみます。これとかいいんじゃないかな。はい、続いてはですね、とんでもワンダーズイベントの時の司くんですね。王様の司くんでございます。これどうしたらいいんだろう。文章どうだ、こんな感じでしょ。まあイベント掘り下げちゃったらもう音も子もない話になっちゃうけど、これで行ってみましょうか。じゃあルイくんのところから行きましょうか。もうこれ一発目だから、もう1個目に出てきたものを絶対採用するから、もう秒速で言ったら、もう秒速で言ってるわ。よし行きましょう。いっせーの、おー、なんか増えてる。もう嫌な予感がする。はい、じゃあここからね進めていきましょうか。もう不安しかないよ。いや俺は間違った説明をしてないってのは分かった。お前桜好きだな。あ待って、あ待って、ごめんなさい、重大な事実に気がついてしまいました。私文面の部分ここ変えてませんでした。じゃあこれでいきましょう。完成までスキップで、僕はもう受け入れる以外のルートがないんですよ。はい、完成しました。嫌な予感はしてたのよ元からね。元から嫌な予感はしてたんだけど、AI がやってます、これは。ってことで、元々の絵が、こちらで、今回新しく書き加えられた絵はこちらでございます。なんだこれ。実際入れた文面が何だったかを思い返すと、華やかな雰囲気の中歓声を受けるショーの団員っていうさ、要はワンダショメンバーの説明をしてたと思ったら、あのやつは何を解釈したのかショーの団員を増やしやがったんですよね。この司やばい、ファッションセンスゴミみたいになってるんだけど、なんだそれ。その手の位置のグーはなんだ。これ書き足しなのよ、ここだけ。ここは完成 いなと思ったの。ただ書き加えてくにつれてどん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 増えてくのよ。なんだったらこいつ体ないからね、なんか半分で切れて終わってんのよ。てか誰だ君は。はい、ということで広い結果になりましたね。いや分かってたんだよ、 AI はこんなもん。分かってる分かってる分かってる。じゃあ最後ね、最後の私の中でも推しのイラストをね描き上げて終了したいと思います。これいいでしょ、これなんか描き上げ害のあるやつじゃない。なんで描き加えればいいんだろう。またなんか人物的要素を入れちゃうとまた暴れる気がするから、ほんと世界観雰囲気だけ。逆にこいつにさメッセージ入れねえでさ書かせてみたらどうなの。あ生成してくれねえのか。あやっぱそうだよ、ね、好きに書けってこいつお任せ機能、お任せってものを嫌うのか。ありそう。最後これだけ書いて終わりましょう。いやイラン装飾増えすぎじゃね。